ちゃんぽんです。おはようございます。おはようございます。ということで、今回は近鉄橿原線のうねび五稜前駅を訪れていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、近鉄橿原線のうねび五稜前駅、今地図、見ていきますと、橿原神宮が広がっていましてね、駅的には橿原神宮前駅の一つ北側にあります。その名の通り五稜の前、近くにはね、神武天皇陵があります。まあ五稜っていうとやっぱ天皇のお墓、日本の初代天皇ということでね、まあ僕もねよくわからないですけども、めちゃくちゃ大きいですね、やっぱりこう。はい、ということでね、蛇もいるんですけれども、今映像映ってるのは、神武天皇陵から国道24号に出るというようなところの参道っていうのかな、あそこ非常に周りも大きい木が立ってて神秘的な景色になってました。神秘的な雰囲気ですね。さあ、前回ね、あのうねび山登ったんですけども、これ大和三山の一つですよね。まあその続きで、まあうねび関連ということで、このうねび五稜前駅にもちょっと足を運んできたというような感じです。今駅の西側ロータリーから、さらに西側を望んでいるんですけれども、この前回登ったうねび山をよく見ることができますね。で、改札口は地下にあります。地下の改札、階段を降りたところにありますね。で、今行き先表示板表示されてますけれどもですね、うねび五稜前駅は、まあ、位置的にちょっと北に行くと大和八木駅があって、あこれですね、大和八木西口、大和八木というふうにつながってますんで、非常に乗り換えがたくさんあるんですよね。大阪線があって名古屋に行くこともできるし、まあ、大阪方面上本町も行けるし、まあ、西大寺まで行けば、奈良も行ける、難波も行ける、まっすぐ行けば京都も行けるというね、そんな感じです。東側のロータリーはね、看護学校があったりとか、まあ、その他にもなんか福祉関連の設備が結構ありますね。なんか今穴場っぽいようなジュージューってか、お好み焼きもやってるかどうかわかんないですけれども、はい、そんな感じでございました。で、ちょっと線路はね非常にまっすぐ伸びていたんでね、また映させていただきました。橿原神宮の横なんでね、線路がずっとまっすぐ伸びてます。奥の方には近鉄電車も見えますね。で、うねび五稜前駅といえばですね、話は変わるんですけれども、県立体育館のすぐそばの最寄り駅ということで、まあ、これもね、あの過去、まあ、中学校とか高校とかの時に運動部やった人はもしかしたら来たことがあるかもしれないです。実はね、私も、中学校の時バスケ部やったんですね。まあ、ちょっと意外かもしれないんですけどね、バスケやってましたということなんですけども、まあそっか、昔ここから歩いていったような記憶があります。で、現在は県立体育館という名前じゃなくて、まあ、JTECTという会社が、まあ、ネーミング権を、買収して取得して、まあ、JTECTアリーナ奈良っていうような名前の、体育館になってるらしいですね。で、まあ、今日ちょっとバンビシャス奈良というこのバスケのプロのチームですよね、これがなんか試合やるということで、まあ、準備してるんでしょうかね。まあ、その体育館なんですけれども、まあ、その例の先ほど述べました JTECT アリーナ奈良の他にもですね、陸上競技場であったりとか、まあ、いろんな運動施設があります。公園、運動公園一体になってますんで、なのでまあまあその辺をね踏まえて、全体的に、この辺がもう橿原神宮の場所を、まあ、運動公園にしたっていう感じなんですかね。さあ、今ちょっともう運動公園の敷地内に入ってきたんですけども、吉野ヶ分水っていう記念碑が建てられていたりとかね、奈良にとっても非常に重要なような場所な気がいたしますね。はい、ということで、いよいよ JTECT アリーナ奈良に到着いたしました。まあ、今日はいよいよ、試合があるということで、なんか準備いろいろやってましたね。あのチアリーディングの練習を横でしてたりもしてました。あ、これも体育館の正面ですよね。旗いっぱい立ってましたよね。なんか食べ物屋さんも来ててちょっと盛り上がってお祭りのような感じがしてます。まあ、最近本当にまあまあ例の感染症の影響でお祭りとかもあんまりないんで、なんかいい楽しげな雰囲気ですよね。で、そこからね、ちょっともうちょっと進むと国道24号出るんですよね。まあ、朝なんでちょっと車も通ってないんですけれども、まあ、一気にやっぱこう神秘的な雰囲気になるなっていう風な感じがしますね。大きい木も立ってて、で周りにもねランニングしてる人もいたんで、まあ、僕もね合わせてちょっと走ってみました。まあ、カメラがめちゃくちゃ揺れてて気持ち悪くなるかもしれませんけれども、まあ、そうなったらもう動画切ってもらえればいいんですけれども、まあ、ちょっと走っているという映像ですね。まあ、このうねび五稜前、まあ、歴史的にもねいろいろ重要なポイントかなと思いました。自然も多くて癒されますね。橿原神宮ぜひいらしてください。ありがとうございました。今回は終わりです。